こんにちは、萌えです。今回は粘土でフィギュアを作っていきたいと思います。使うのはですね、いつも私が使っているこちらの青いパッケージ、ラドールプレミックスという積素粘土になります。でこのラドールプレミックスですね、1つ 400g で400円ぐらいだったかな。で私の場合ですね、ちょっと最近毎回買うのがめんどくさくて大量買いしました。30箱入れのね、箱買いをしたんですけど、箱買いをするとちょっと安くなります。なので皆さんめちゃめちゃ使うっていう方はですね、箱買いしてもいいかもしれませんけど、30個っていうのね結構多いので、皆さんちゃんと考えてからね買ってください。はい。でこちらの積素粘土とか、他の画材とかもですね、リンク貼ってあるので概要欄にチェックしてみてください。で今やっていたのはですね、フローラルフォームに銀紙っていうのかな、最近アルミホイルをね貼っていきます。でアルミホイルを貼ってから、その上に粘土をくっつけていきます。これね、詰め物として中にこう軽いスポンジみたいなものをね入れていきますね。でこれ本当はなくてもいいんですよ、中身。なので普通に粘土だけで丸々作ってもいいんですけど、丸々作るとね、もうもったいないし重くなります。めちゃめちゃ重くなります。なのでちょっとね軽くさせたいので、こういう中にねふわふわしたスポンジとかを入れて空洞にしない代わりにですね、まあ、空洞ぐらい、もう重さがないもの、空気ぐらい軽いもので作っていってます。でこのフローラルフォームもですね、すごく形が作りやすくて、カッターですぐ切れたり、まあ、ちょっと逆に言うと形が、自由に作れすぎて、ちょっとギュッと持つだけでね形崩れちゃったりっていうことがあるんですけど、その辺ちょっと気をつけながらやってください。でこうやってくっつけていく時も、あんまりギューッと押してしまうと中の詰め物の形が変わってしまうので、気をつけながらやっていきます。はい。そして、この周りをねキュ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 ッと綺麗にして土台ができました。なんか L 字型みたいになってるんですけど、これが私のアルパカちゃんのキャラクターの頭の部分と体の部分になります。でここから針金とアルミホイルを使って足作っていきます。この足もですね細いので、こういう骨組みがあった方がしっかりとこう自立してね立ってくれます。もちろんこの粘土だけでも作れるは作れるんですけど、そうするとですね、乾くまでの間自分で自力でね立つことができないので、なかなか難しいです。なので、まあ、こういう針金とかですね、あとは細かったら、爪楊枝とかね、そういうものでもいいです。こう変にこうぐねって曲がったりしないもので、かつなんか腐ったりとか変になったりしないものがいいですね。で、針金もですね、ただただ1本そのまま入れてるだけだと針金自体に粘土がくっつきにくいので、針金もねちょっとぐるぐる回してデコボコさせたりとか、そういう工夫はしてください。はい。でこの前にね作ったアルパカちゃん後ろに並んでますけど、これは、辺を見ながらですね同じ大きさに作っていきます。まあ、手作りなので全く同じように作るっていうのはなかなか難しいです。なんですけど、まあ、高さとか、あと胴体の長さとか太さとか、そういう基本的なことはあんまりこう並べた時に違和感が出るほど差が出ないようにですね、なるべく同じように作っていきます。まあ、その時にこう使う骨組みの感じとかの違いによってもですね変わってきてしまうので、なるべく寄せています。同じように作ってます。はい。でこれ今耳つけてますね。こういう細かいところ、手が入らないところはこういうヘラでね対応していきます。このヘラも
100均のダイソーのやつなんですけど、細いところこういうのでやったりしますが、これでも細さが足りない場合どうすればいいのかというと、まあそれ以外のもので何かね使えるもの身の周りで探してみるといいと思います。例えばさっきも言ってた爪楊枝とかもですね使えたり、穴を開けるのに使ったり線を描いたりとかいろいろできます。でもし長さが足りなかったら竹串とかですね割り箸とかいろいろあるのでちょっと試してみてください。であとは綿棒ねめっちゃ使いやすいと思います。ちょっと濡らして湿らせた綿棒でくるくるくると表面をねこういう耳とか特にちっちゃいところで自分の指でなぞれないところは、綿棒ねめちゃめちゃ使いやすいです。はい、で今顔にねなんかマスクみたいにバットマンみたいに銀紙を貼ったんですけど、アルミホイルね貼ったんですけど、これはなぜかというと乾燥しないようにです。別にアルミホイルじゃなくてもよかったんですけど、ちょっと余りがあったのでね顔に貼っておきました。そこに後ほどね目を入れていくので、乾いてしまうと目をねギュッと押し込んで入れることができなくなります。なので乾かないように蓋をしてるって感じですね。乾燥させないようにしてます。はい、そして今作ってるのは何かというとですね、これ帽子です。ベレー帽みたいなやつで、なんでかというとこのアルパカちゃんですね、画家のアルパカちゃんにしようと思って作っています。なので画家がねよくかぶっているイメージの、このベレー帽大きさをね整えながら作っていきます。これもそのまま装着したままでよければですね、このアルパカちゃんの頭にくっつけてしまえばいいんですけど、どうせだったら、まあ、帽子なので取ったりかぶったりっていうのができる方がね面白いかなと思ったので、そういう風に作っています。なのでその場合片方の耳が隠れる感じでかぶりたい、斜めにかぶりたいので、その斜めにかぶっても落ちないような角度、あとその形をですね作っていきます。でさすがに耳はねピョンって立ってるとこのベレー帽かぶれないので、片耳はねピョコッとこう倒していきます。で今作ってるの何かっていうとパレットです。画家にはパレットが必要なんですが、パレットらしいパレット、木のねよくイラストにもなるような、パレット、これに色を塗ってですね作っていきます。はい、で今細いもう細かいことしてるんですけど、あんまりね細かすぎて映んないんですが、これ今何してるかというと筆を作ってます。画家のね画材筆、これをスモックを着させて、そのスモックのポケットにこの筆たちはね入れようと思います。はい、でこのパレットはねその下にね置いとこうかなと思って、アルパカちゃんの横に置いとこうと思って、作りました。はい、こんな感じでスモックもできてだんだん完成が近づいてきました。ここからですね今やってるのはアルパカちゃんのこの毛並みですね、くる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 毛並みを作っています。これをスモックから隠れているところ、スモックで隠れているところまでくるくるくるっと作っていきます。これもですね適当にくるくるしているように見えますが、一応ね毛並みとか向きを考えてやってます。なんかどっち一方方向にねずっと全部やっちゃうとなんか規則正しすぎて変になっちゃうので、そういうとこも気をつけながらね後をつけていきます。はい、でここからですね、色を塗っていくんですが、色を塗る時の注意点とかもねいろいろあるので、次回動画で出したいと思います。はい、ということで、今回はフィギュアの作り方でした。何か質問があればコメント欄に残してもらえたらと思います。ということでまた次の動画で、バイバイ。